西洋医学はあの生命現象の中うちのエネルギー問題を扱っています。代、え、替、ー、療法、中国医学に代表される代替療法は生命現象のうちのエントロピー問題を扱っているわけですね。これはちょっと詳しくお話ししていると時間かかりますからしませんけど、エネルギーとだからエントロピー、両方を統合していかなきゃいけない。病院論と健康生成論 体の一部に病気の原因を求めて、これを是正していくという病院論、英語でいうとパソジェネシスですけど、これは西洋医学の基本ですね、ところが、代替療法になると、この健康生成論、サルートジェネシスになります、要するに命を流れ動く存在として捉えて、ですね日々向上していく、その要因を探って、そしてこの要因をサポートしていこうと。 いうのが健康生成論サルートジェネスこれもえ両方対立概念じゃないですね対立概念に違いないけど両方統合していかなきゃいけない。エビデンスと直感の統合これはあの、えー、大体両方のですね、えー、まあ会に行きますと非常にこのエビデンスエビデンスっていう声が高いんですね私は高すぎるんじゃないかといつも思ってるんですけど。 代替療法のエビデンスを求めていくっていうのは正しい態度なんですけど求めても求められないところがございますなぜかっていうと代替療法の、えー、かなりの部分は、えー、体が対象じゃなくて心とか命を対象にする治療法が多いものですから心や命がまだ今の科学で解明されてない現在そうエビデンスが伴うわけはないんですねだから深追いするなってことで。 で足りないところは直感で補う直感もただの感じゃなくて後で申し上げますけどこれはベル,ベルクソンの哲学的直感です